固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。皆さんこんにちは、テルミック社員のリンリンです。こんにちは、同じく社員のノンノンです。はい、よろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。オープニングってことで最近ですね、リンリンは十数年ぶりにユニバに行ってまいりました、はい、あ、皆さん最近行きましたか？そうじゃん、行ってたね。そう、何年ぶりだろう。いや、私も本当15、6年行ってないな。多分ね、もう本当そのぐらいに近いぐらい久しぶりに行って、うんうん、でどうだった？うん、一言で言うと楽しいなんですけど、やっぱりね楽しいだけど、うん、やっぱりこうリリノンノンってね、こう候補のこともやっていて、うん、今回行った時にわすごいなって、視点が違った、視点が自然とちょっと違っていて、こう例えばこうそのこの世界観もそうだし、人をこう巻き込んで、会場を巻き込んで一緒に楽しむっていうのが、うん、どうやって出るんだろう、エンターテイナー感はみたいなところを探ってるみたいな感じ。そう、なんか自然とね、遊びに行ったんだけど、うん、自然とそうなってすっごく感銘を受けて、すごいね、やっぱすごかった、すごい楽しかった、すごかった。私も行ってみようかな。いや絶対ね、今行った方がいいっていうか、今ほら候補の件もリリノンノンで、うん、いろいろやっていて、仕事を常に考えるというよりかは、多分もうそれが自然と身について。あ、確かに。でも接客だったりね、うん、そのお客さんをどうやって巻き込もうかっていうところの作り方とかね、そういったところを勉強できるってことだよね。すごい良かったのと、あと、うん、ジェットコースター後ろからこうピュッて降りるやつ、うん、こうやってやつ、ピュッて降りる、後ろからピュッて、あ、後ろ向きで下がってくってこと。そう、なんていうのか分かんないけど、後ろ向きで、そう、座ったらピュッて後ろの空を見て落ちてくるんだけど、うん、あの時思った。やっぱりね、叫んだりとかうわーって言って行った方がいいなって思って、すっごくストレスはないんだけど寝たら忘れ、ストレス発散だったんだ。そう、ストレスは私はないんだけど、寝たらすぐ忘れちゃうタイプというか、記憶もなくなるんだけど、あの時すごいね、なんかワクワクと、なんかうわーって自然と、もう今年38歳もうすぐ39歳なのでなかなかうわーキャーなんてないじゃない。確かにね、ないのよ。でもあの時ね、自然と子供のこの頃に戻るあの時がよくってね、うん、あ、なるほど。のんのんも行ってみて、リスナーの方もね、ぜひ行っていただいて、ね、本当にね楽しい、そんな土日でした。土日、はい、日曜日。じゃあね、そんなリンリンノンノンがいるテルミックとはどんな会社なのか、会社紹介していきますね。そうですね、テルミックはですね、経理念をものづくりのエンターテイナー、そう、それを掲げてるんですね。そうです、来る方もそこにつなげたかったんだね。つなげたかった。なるほど。でもそう、つなげたかったのよ、はい、で、来る方も、手製造業に携わる方も、働いてる方も、みんながこうワクワク楽しく生き生きと、うん、お仕事生活ができるようにって、いろんな思いをギュギュッとね、はい、その言葉に詰めていて、で何をやってる会社かというと、こう鉄とかね、もの、はい、削ったりしてる金属部品加工業ですね、なんですけど、ちょっと今日はね、はい、こういうの持ってきたんですよね、うん、見えるかな、こういう、ね、手のひらに乗せれるぐらいの部品を多く扱ってますね。こういうの ね、こういったのも作れます。はい、でお客様から、はい、指示書とか図面をいただいたら、それに従ってこう工作機械を使って削っていくと、うん、はい、はい、単品小ロット の1個から作っている、 OEM で作っている、メーカーにはなるんですけど、はい、テルミックの特徴としてはやっぱり女性の方が圧倒的に多いと。まあね、詳しくはホームページにたくさん記載させていただいてますので、皆さんぜひ、どんな会社かなって思った方は、会社見学の申し込みフォームもございますので、そうですね、皆さんぜひそこから応募お願いします。そうですね、今日は長く話しちゃったので、会社紹介がギュ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 って縮まってしまったんですけど、またどこかでね、しっかりお話ししたいと思います、はい、それでは今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ものづくりの固くない話。このコーナーでは製造業にまつわる人やさまざまな業界の方をゲストに招きし、業界ならではのお話や新しい取り組みなどご紹介していただきます。はい、今週のゲストさんは三重県四日市に本社を構える株式会社中村製作所代表取締役山添さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では山添社長、はい、会社紹介と自己紹介をお願いします。お願いします。はい、三重県四日市市にある株式会社中村製作所の、社長の山添です。社長になったのが2001年で、24歳の時に社長になりまして、まあ、父親がちょっと早くに亡くなってしまいまして、まあ、その後、まあ、本当に大学卒業した、翌年なんで、もう本当に若造の中から、社長になりました。父親が残していった言葉が、空気以外何でも削りますっていう言葉でして、まあ、何でもチャレンジして、はい、簡単に断らずにこうどうやったらできるんだろうっていうことを考えながらものづくりしていきなさいっていう言葉を受け継ぎまして、今その言葉をモットーに、社内で昨日飛んだ H3 ロケットの部品など、それからディズニーランドのアトラクションの部品などさまざまなものを削っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前ね、はい、に中村製作所さんの工場ねお伺いさせていただいて、最初に会社見学ではね、山添社長にいろんな会社説明していただいたんですけど、そうですね、本当に、ね、たくさんの学びが多かったですね、広報としてもですけど。あ、そうですね、はい、すごく多くて、あとやはりこういろんな商品製品を見てですね、うん、中にはハンコとかもあったりとか、はい、ワイングラスですかね、もうあったりして、可愛かったですね。可愛かったです。なんかいろんなことに挑戦されてるなっていうのがすごい伝わってきたんですけど、うん、山添社長さんがこう社長に就任された時はまだ20代だったっていうことをお伺いして、すごいな、すごい。その時24歳の時っていうのはこう製造業に実際に携わったりとかされてたんですか？いや、全く本当に素人で、まあ、唯一知識があるとしたら、まあ、大学生の時とか、まあ、父親のこう横に乗ってこう父親が語ってる話を聞きながら、あ、物作りってこうなんだっていうのが、まあ、なんとなくその時は聞いてたのが、まあ、今ではすごい耳に残ってる内容でして、大きいものを削ってたんですけども、はい、まあ、それは父親が差別化というか、レッドオーシャンの中でこう価格競争に埋没することなく自分たちの得意とするゾーンをこう作り上げていく中で、まあ、そのどちらかというと大きい丸物っていうところにレールをそのまま乗らせていただいて、今は丸物の高精度加工っていうところでこう売りにやってます。一番大きいサイズだとどのぐらいできるんですか？うちですと1200倍、120センチ、小学3年生ぐらいのお子さんのイメージで。なるほど、結構、ね、うちの下の子よりちょっとちっちゃいぐらいですね。大きいですね。大きいですね。すごいな。じゃあ数的には1個から量産というか、1個のものから多いもので1000個ぐらいのものです。1000個ぐらい、すごいです ね単品からね量産まで、はい、全てできちゃう。すごいです ねやっぱり年々とそのロケットだったりとか、あとエンターテイナーとかの、ね、うん、ディズニーランドさんとかもそうですけど、これはどういったきっかけ？きっかけはリーマンショックで当時一社取引だった工作機械メーカーさんとの取引が、まあ、本当に売上が 90% ダウンしまして、でその時にもうこの会社と取引をやめようと考えた時に、待ってる工場から攻める工場に変わろうと、でその時に、まあ、父親がよくつぶやいていた空気以外何でも削りますっていう言葉を掲げて、待ってる工場から攻める工場っていうことで、こう展示会や商談会、それからまあ熊本のくまモンのように自社商品をこう PR することでお客さんに知っていただく認知活動をしようっていうふうに取り組み出したことがきっかけですね。そういった取り組みの結果で、まあ、ディズニーランドさんとかそういったところから依頼が来るようになったんですかね。そうですね、それもなんか本当に狙っていったっていうよりかは、わらしべ長者のように最初にワイングラスを作って、ワイングラスを作ってたものを今度そのワイングラスの裏に書いてある、このワイングラスの裏に会社のロゴが彫ってあったんですけども、はい、それを見たお客さんから印鑑作ったらどうっていうことで印鑑を作りまして、で今度そのチタンの印鑑を作ったところ、それを見たお客さんから、潜水艦の部品をチタンで作ってくれないかと、で
そこから潜水艦から今度飛行機、飛行機から、H3 ロケット、ロケットからディズニーランドっていうような、まあ、つながりですね。ものづくりってすごいですね。すごいですね。いろんなとこからでもそんないろんな発想が生まれてくるっていうのがまたすごいですね。考えて考えて行動しないのが一番ダメなパターンかなって僕は思ってまして、もうむしろがむしゃらにもう走り出す、僕はどちらかというとそちら の性質だったので、もうなんかこういろんなこと考えるよりも、まあ、失敗しながらでもこうアップデートを繰り返していく方がまあいいんじゃないかなってことで今に至ります。ちょっと気になったんですけど、うん、いろんな取り組みをした年からそういった結果に出るまでどのぐらいの年月がかかったの？人の目に触れ出したのが2018年ぐらいですかね、多く。じゃあ10年ぐらいっていうところですね。そうですね、最初にその自社ブランドを始めた時に、今も一緒に組んでいるデザイナーさんに言われたのが、10年経っても芽が出ない可能性がありますけども、それでもやりますかと。ぐさっときますね。すごい。それくらい確率の低いところに飛び込むのに、唯一最後まで持っていてほしいのはその継続する心というか、それ楽しいとか、これをずっと続けようと思うこの最初の初心を忘れずにいてくださいっていうことを言われまして、今もたまにそれを聞かれるんですけども、変わらないっていうか、むしろやりたいことだらけで収拾つかない状態になってるって話を言ってますけどね。すごいですね。だってやりたいことっていうと、そういえばカフェも、昨年ですか、はい、ファクトリー、オープンファクトリーということで。そうですね、精密に言うとカフェをやりたくてカフェをやったっていうよりかは、うん、はい、鍋を作っているので、その鍋の、性能をこう分かっていただくのに食べていただきたい場所、はい、それがカフェになった、ね、やりたいことはどちらかというとオープンファクトリー、工場ってブラックボックスだったのに対して、はい、子供の頃にやっぱり工場って外から見ても何やってるかわからない中で、友達からお前の父ちゃん何やってんのって言われるたんびに、工作機械部品って答えるのがなんかすごく嫌で、僕も工作機械部品を工作機械を使って作ってるっていうのがなかなかうまく自分の中で飲み込めなくて、ケーキ屋のパティシエのように作ってる工程をこうおーって思ってもらって、で食べてもらって喜んでもらえる、まあ、それらが凝縮された場所を作りたいっていうのがずっと夢だったので。そのカフェの中でも鍋を作れる工程が見れたじゃないですか。見れましたね。なんかすごいワクワクしたんですよね、うん、なんかこういうこの鍋ってこうやってできてるんだっていうのが分かると、やっぱり子供だけじゃなくて大人もこんなワクワクするんだっていう風に思ったので、まあ、なんかお子さんとかね絶対喜びますよね。喜ぶと思いますね。こうやって作られてるんだって、うんうん、私たちの子供にも伝えたいですけどね。なんかこの鍋の蓋一つでもこういう機械でこういう風に削ってるんだよっていう、それは見れるのがいいですよね、そのオープンファクトリーのいいところって。今物がすごいありふれた世の中で、うん、その物がどうやってできてるか、もしくはその作ってる人たちの思いが どんな思いで作ってるのか、うん、そういったものをやっぱり届けていかないと、たくさんのある中から選ばれないなって思いますし、うん、人から見られて褒められて、うん、お金ではない価値をこう、うん、自分たちにも、求めていきたいなって思ってるんで。あと印象が大きかったのは、うん、その従業員の方が楽しそうに、ずっと笑顔で生き生きと、ね、で山添社長がね、ちょっとこれ見せてって無茶ぶりしてももうすぐねスッて対応してくださる、その従業員の姿勢とこの笑顔がすごく、それも印象的だったなっていうのは、あの後もね車の中ですごかったよねっていうのを話をしてた記憶がありますね。そんなベストポットを、うん、ポットを作ろうって思われたんですか？まずその自社ブランドをやり始めたのが2008年9年のリーマンショック後に、その自社ブランドをやろうと、で最初に印鑑だったんですけども、印鑑に関しては自分たちがやりたいものを作る、一旦からそのワインのロゴを見て印鑑作ったらどうって言われたものに対して作ったんですけども、やっぱりこれその地域の方からの後押しであったり、我々がやる意義がないとこのものに対する思い入れってみんながこう湧いてこないなっていうところで、
でたまたまいろんな話を聞いてる中で地域創生とかっていう話を聞いてくる中で、僕ら四日市市民の萬古焼が今社用産業にあえいでると、その萬古焼を我々が削る力で何か活かせないかな、土鍋の国内シェア 80%、 皆さんの家にあるのは大体萬古焼なんですね。へけど萬古焼って名前知られてなくて四日市ってことも知られていない、うん、まあ、四日市はそこを求めていなかったっていう話も聞くんですけども、むしろもうその土鍋はもう四日市っていうのは自分たちも分かってるからっていう、まあ、ちょっと奥ゆかしい話ですけども、あでも僕らとしては逆に四日市をこう知っていただきたい、萬古焼を知っていただきたい、そのためにベストポットをやるっていうところで、2017年から開発をスタートして、2018年の1月から販売を開始しました。すごい、開発から販売まで1年かかってない。居酒屋で鍋してて、でそこでデザイナーと鍋やろうかって話になって、へ 何言ってんですかっていう話を言ったぐらい、面白い、本当に鍋やるのっていう話で、わやっぱりそういったあの食事会とかリラックスした時にいいアイデアが浮かぶって聞くので、そうですね、意外とデザイナーとは旅行に一緒に行ったりして、こう伊勢島旅行に行ったり飲み会行ったり、先日も焼肉屋さんに一緒に行って、はい、新しい焼肉の道具作ろうかって話しましたね。あーすごい、まあ、飲みながら話すのが多いですね。そういうところから発想って生まれるんですね、うんうん、あとまあ僕はランニングはだいたい月に100キロぐらい走るんで、はい、月に100キロすごいですね。やっぱ10時間はそのシンキングタイムというか、そんな中であのアイデアが浮かんで、うん、鍋をじゃあ作ろっかみたいな、こう軽いノリで開発に立ったっていう感じ。今のそれこそベストポットミニみたいな感じの、もっと全然可愛くもない一人用の土鍋だったんですよ。でそこから14回ほどアップデート繰り返して、はい、今の形になっていったんですけども、一般消費者の方にアンケートじゃないんで、これどう思うどう思うっていろんな方に聞いたりとかもされたんですか？あえてそれをやらなかったです。それはなんでですか？なんでやるかそれっていうと、それをやると結局いろんな人の意見に埋没されて、あ確かに、で結局、まあ、あの丸いものになっていくっていうか、尖ったものが全て消えていくっていう。あ確かに確かに、完全にそのプロダクトアウトのところからマーケットインというか世にあるものに変わっていってしまうんで、うん、僕らがやろうとしたのは世にないものを作ろうとしたので、うん、もう我々のもうどっちかというとクローズした空間の中で作っていきました。すごい、今いろいろベストポットの話とか聞かせていただいたんですけど、うん、まあ、前半もねもう時間なので、また後半では今後の PR だったり ね、そうですね、またね違う話、プライベートの話とかもね、いろいろとちょっと話を聞いていきたいと思います、はいはい、それでは後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では後半もよろしくお願いします。はい、山添社長よろしくお願いします、はい、前半ではね、はい、ベストポットの話とか聞かせていただいたんですけど、今山添社長様があの PR したいこととかあれば、うん、ぜひあの教えていただけないかなと思うんですが、はい、ちょうど昨年6月から始めてもう約1年ちょっと経過するんですけども、はい、中村製作所オープンファクトリーと、うん、四日市ファクトリーカフェを PR したいと思います。それは私たちがランチに行かせていただいたところですかね。そうですね、今やっとその1年経って、うん、毎日のようにお客さんがたくさん来ていただいて、はいはい、まあ、平日がだいたい50人、休日が100人ぐらい、まだまだまだ魅力を我々は伝えきれていないなと思ってまして、で今そのオープンファクトリーっていう名のもとに、その工場の体験、製造体験、はい、それから製造見学、作る、見る、食べる、買うっていうコンセプトで今オープンファクトリーをやってまして、まだまだ東海3県の方々にはこう伝えきれてないので、またあの近いとこですので、本当にあの土日とかもしくは平日でもあのお休みの方は訪れていただきたいなと思いますし、あとカフェの方がまあ季節ごとにあのどんどんメニューが変わっていきまして、今日からもちょうどカフェの方では土鍋でイクラと鮭のはらこ飯を出してまして、食べたいですね。ね、すごくあのいろんな種類のランチメニューとかね、デザートメニューも、あデザートも豊富でしたね、はい、飲み物もねすごいオリジナルのものがたくさんあって、うんうん、あとあの壁にね
いろんな、うん、その地元のお店の、はい、あの特産物というか、うんうん、もう売っててね、すごいいろんな随所にね工夫がされてて、本当一回ね皆さんぜひ行ってみると楽しいですよね。そうですね、確か私たちも実際に訪問した時に、うん、高速から降りてすぐだった印象があったんですけど、ね、そうですね、三重朝日インターから、はい、だいたい5分ぐらいで着きます。そうですよ ね、駐車場も完備していて、うん、そう、入り口から入ると吹き抜けがあって、うん、で商品のライトアップも飾ってあって、あとあれがありましたね、ちょっと言えない、何あれ飾ってありましたよね。あ、キャプテンアメリカの盾ですね。そう、それが言いたかった。すごい、すごいかっこいい。それでわかるのがすごい。ホコタテの世界の話じゃないですけど、はい、最強の盾を最強の削り屋にお願いしたいっていうマーベルから依頼が来たので、はい、まあ、それだったらやろうかなっていう。すごい、まあ、目的は指名されるのすごいですね。逆に今度は我々もこう地元の学生さんとかにこうものづくりの興味を持ってもらうものづくりっていうところで、そのマーベルの話なんかは受けたりしてるんですけども、最初カフェに来たお客さんからは、なんで工場でコーヒー飲んでんだろうとか、なんか結構辛辣な意見もいただいたりで、そうなんですか。でこれもやっぱりそのカフェ経営してからやっぱりいろんな飲食店の人と話をすると、半年ぐらいやっぱりその安定するまで時間かかるとか、まあそのコンセプトを理解してもらうのに時間を要するよっていうのが分かって、その当時はなんでこんなことやってんのっていうのをこう結構みんなから言われて、あ、社長カフェやりたかったんでしょみたいな、いや全然カフェはやりたくないわけじゃないその時の山添社長の心情、心ってどうでした？ボン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 ってこうやられた時に、こうかわしたのか、うっってなった時ってあったりしたんですか？いやもう受け止めすぎてて、今だからもう本当に傷だらけだと思うんですけど、もう体も心も削りながら走ってるっていうのはもうそうですね、空気以外何でも削りますからね、はい、心も削りながらね。そうですね、ただ心はある意味磨いてるっていうのも言えるかなと。なるほど、ピカッと見せましてるっていう。うまいな社長、ちょっとパクりましょう、これね、パクって使いましょう、ピカピカですね。だいたい月2回から3回工場見学や子供さん向けのイベントをやってまして、工場見学ツアーは今年内まで全て予約満席になってしまってるんですけども、すごいですね。わ、え、これ予約するときジャランとかインスタとか、ジャランからもできるんですね。あとお店に直接ご連絡していただいてもいいんですけど、まずインスタで四日市ファクトリーカフェっていう、それ以外も月ごとに例えば、9月なんかはお月見泥棒っていう、まあ、ハロウィンみたいなイベントがありましたし、すごい、12月はクリスマスのイベントを何かやろうかなとか。いや楽しいですよね。ベストポットとはさっきからずっとお出ししていただいてるんですけど、はい、まあ、どういったものなのかね。そうですね、お見せいただいて、今見せていただいてるんですけど、実際にリスナーの方だとね、ラジオの方だと、うん、ベストポットって検索していただくと、いろんなサイズのポット、ベストポットが出てきますので、そうですね、皆さんぜひ見ていただいて、あと YouTube だとね、はい、今山添社長が持っていただいてるんですけど、これはミニですよね。そうです、ミニです。ご飯が1合炊けるタイプなんですけど、私これ購入してすごい美味しくご飯が炊けます。簡単だし早いですよね。そう、あとねチーズケーキとか作れたり、うんうん、本当に一人用の鍋として使えたりとかね、もう無水鍋としても使えますよね。そうですね、野菜の水分だけで調理できますし、ね、確かガスと、はい、IH 専用のやつもありましたね。はい、IH 用のもあるので、うん、ラインナップとしてはどのぐらいあるんですか？7種類ありまして、はい、まあ、小さいものですと本当 0.75 サイズから、あ、これのもうちょっと平たいタイプですね。そうですね、背の低いタイプで、道場六三郎さんに開発に関わってもらいまして、はい、うわすごい。どちらかというと食器代わりでそのまま使いたいっていう土鍋ですね。あ、なるほど。でも和食屋さんとかでね出てきそうですね。ちょっと映えますよね。今だとそのカフェでその1合炊きで炊いた土鍋ごとランチで食べれるんでしたっけ、ご飯が。そうなんですよ、今日からちょうど本当これで炊いたものを、はい、そのご飯のお供セットっていうのが始まってまして、はいはい、もう一個一個炊きたてのご飯を食べてもらうっていう。じゃあ実際にこんな美味しいご飯が食べれるんだと思って、そこで購入もできますしね。そうですね。あと何よりいいのが、炊飯器よりも、もう断然早いです、ご飯が炊けるのが。でしかも、うん、今その前に使ってた私土鍋だと
5分強火、7分弱火、うん、で火止めて10分とかだったんですけど、こちらもね最初火つけてもう沸騰してきたら止めればいいので、おあとはこう止めちゃって蒸らす、あなんか途中のその火加減とかもやらなくていいので、すごく楽ですね、はい、子供でもできちゃいます。はい、山添社長、ここにあの営業が一人登場しました。ありがとうございます。誰よりも愛用していてそうなんですよ、ファンですね、ずっともう、はい、今日も朝から仕込んできました、一度あの冷蔵庫入れて、あの冷たくすればするほど美味しいですよね、土鍋で炊くご飯。色も今回は、これは何色？マロンレッドですね。マロンレッド、マロンレッド、かわいい色です、はい、あのこちらの色あれですよね、ドラマでも採用されてた色じゃないですか。そうです、 ドラマがだいたいワンクール 4,5 個使われてるんで、僕も全部追い切れてないんですけども、だいたいあのこの色とか、はい、黄色とか、はい、ブルーとかは多いですね。あの山添社長のインスタもチェックしていただいたりとか。そうですね、山添社長のインスタはどうやって検索すると出てきますか。もうそのまま山添拓也でそのままなんですね、はい、そのままもうあのもう会社のピエロになろうと思ったんで、もう誰がすぐ調べても入れるように、はい、今日またあの、はい、プレゼント企画としても、はいはい、あの山添社長がリスナーの皆さんのためにということで、はい、あの準備 してくださったので、これはすごいプレゼントですね、はい、欲しい、いちご欲しいです、はいはい、グレーかな、うん、を買いましたね、はい、すごい可愛くて、まだちょっと私はあの使ってはいないんですけど、こう飾るだけで料理上手になった気分でもこれからの季節鍋でね、そう使うこともできるし、いいですね、うん、今日早速やってみようかな、ね、料理のレパートリーが増えると思いますよ。いや料理がこう楽しいと気分がやっぱりいいですよね。今後の展望とかも聞いてもいいですか。はい、そうですね、はい、まあ、先ほどのオープンファクトリーに来てもらう一般のお客さんもさることながら、うん、本業の中村製作所としてはまだまだいろんなこう、うん、世の中に役立つような、ものを作っていきたいなと思ってまして、はい、そのためには我々の認知をもっと高めないといけないので、うん、今の営業拠点というか営業する場所もまだまだ広げていきますし、あと今 DX を活用して、まあ、その人がやっぱり 本来やるべき仕事をこうより追求した、活動をしていきたいなって考えてます。DX ですね、今皆さんすごくホットなワードでね、営業拠点、オフィスを増やしたりとかも今後あるんですかね。営業、オフィスというよりかは例えば営業の方であったり、うん、はいはい、アライアンスを組んでやったりっていうことからまずはスタートしたり、3年以内の計画が多いですけども、今そのまずは売り上げがこれくらいっていうものがあったり、はい、あとそれ、ま、例えば先ほどの DX を活用して製造、部門と、今の管理部門それぞれの見える化をまずステップ1でやろうと、うん、そのステップ1終わった後に今度効率化を図るためにどの そのシステムを使ったりソフトを使ったりして効率を上げていくかっていうのを今ちょうどやり始めたばかりでして、なのでこの3年以内にできるだけ人がやるべき仕事をちゃんとあの効率よくやりましょうっていう、やっぱりシステムの力っていうのはやっぱりすごいですよね。あの、うん、AI とか DX を使って業務効率化を図ってるんですけど、何かあの最初でも導入するときって結構従業員の方とか、うん、やっぱりこうできるかなっていうような人たちも中にはいるかと思うんですけど、まあ、そういう人たちをこう巻き込んでみんなで一緒になってやるっていうのがなんか一番、ね、難しいというか、そうですよ ね大変なところかなとは。そういうことに知見がないとそういう目も積んでしまう可能性があるんで、背中を押してあげるようにしていかないといけないな。あ、3年後はあれですかね、どうなってる、また会社見学行きたいですね。年一、ね、ね、最低年一ぐらいちょっと見学に行って、うん、カフェ行ってね、カフェに行ってメニューも食べながらチーズケーキめっちゃ美味しかったです、ね、いや美味しかったです、本当に あれをあの再現して作れるように今娘が頑張ってます。ちょっとお時間も来たので、うん、プレゼント企画の詳しいお話を松江社長、そうですね、はい、あの今回こちら、2つですかね、はい、2つです、はい、こちらミニですね、1号炊きのものを合計、2個、はい、2個も用意していただきました。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、皆さんあのぜひあのピッチ FM さんのメッセージフォームよりね、はい、リクエストで、はい、ください、はい、
そしてですね、最後に山添社長からリクエスト曲1曲お願いしたいなと思ってるんですけれども、はい、僕の好きなミスターチルドレンの、くるみという曲で、まあ、明るい未来をこう彷彿させるような、ね、まあ、あの来る未来っていう意味で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではあの山添社長、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ものづくりの固くない話でした。ベストポットやっぱ可愛いね。じゃんじゃん。これはあのガスですね。愛知の場合はここはまたちょっと違っていて、うん、これがあの1号炊きのものなんですけど、山添社長はね、うん、太っ腹でこれをそうなんですよプレゼント、ベストポットのミニサイズ、ちょうど1号炊きがあの炊けるタイプのものですね。こちらをあの2つ、プレゼントということで、あのピッチ FM さんの、メッセージフォームからね、皆さんあのご入力いただいて、それであのテルラジの、あの選択できるところがあるので、そこ選択していただいて、12月の15日まで応募ください、うん、お待ちしております。お待ちしております。そしてあのこちらね、当たった方も当たってない方も、うん、あのこちら今回聞いていただき気になる方もですね、ぜひ中村製作所さん、そうですね、あのベストポットは株式会社モラトゥーラという会社があの制作しているので、まあ、中村製作所さんの会社なんですけれども、こちらねモラトゥーラ、まあ、ベストポットで検索していただければ出てきますので、はい、皆さん見てください。そうです ね、 本当にカフェもすごい美味しかったよね。美味しかった、プリンも美味しかったよね。何食べたっけリンリン。トンテキカレーみたいな。あ、そう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 、四日市といえばトンテキで、うん、そういう四日市名物もあのたくさんねあって、私は確かそうトンテキ食べた気がします。あともう一名のミワちゃんっていう子はハンバーグで、ミワさんがローストビーフね、期間限定かなんかの、で、あのハンバーグにねチーズ、あ、そうそう、チーズ削ってくれたりね、はい、おもてなしがすごかったです。すごい美味しかった、はい、デザートも美味しかった、野菜も美味しかったしね。美味しかった。今だとね、のんのも紹介したけど、これがねあのご飯がイチゴ炊きで、そうそうそう、そのまま出てくるみたいなので、はい、炊き上がりがこんな感じなのかっていうのも見れますしね、はい、ぜひ行っていただいて。あと本当にカフェとやっぱその製造業が一体化になってるっていうところ、うん、その斬新さっていうのを皆さんにぜひね見てもらいたいなっていうふうに思います ね、 そうですね、はい、なんかあのロボットの部品だったり、まあ、本業の方の部品も飾ってたり、はい、お鍋ももちろん地元の特産品もあったりと、うん、こう長くいちゃうよねあそこは ね、 そうですね、居心地がよくって、うん、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ね、このあの番組収録した様子も YouTube で動画配信していますので、そうですね、ベストポットも実際に見ることができますので、皆さん YouTube もぜひ見てください、はい、そしてあのグッドボタンもね、グッドボタンずっと言えない、グッドボタンもぜひね、はい、あの押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナー、テレビ局をお届けするテルラジ、お相手はリンリンと、はい。